はい、赤いプロフェッショナル、オーディオインターフェース新製品 EIE プロの2機種です。こちらがですね、特徴的な VU メーター2機搭載しておりまして、入力と出力を切り替えでモニタリングすることができます。こちら、こういうような形で、モニタリングできまして、で各チャンネル1、2、3、4のペアリングでもって切り替えも可能です。で特徴的なのがですね、リアパネル見ていただきますと、こちらの方に USB のハブの機能がございまして、まあ、音楽制作なんかで不可欠な MIDI コントローラー、こちらの方を、常にこうつなげておいて、USB 接続1本で即座にこうセットアップできることが特徴になっています。あとは、MIDI 端子の方も出力と入力が搭載されてますので、直接お手持ちのキーボードなんかも接続できます。あとはリアパネルの方にインサートの端子が4つ、あとアウトプット端子が4つというようなパネル構成になっています。 EIE の方は、こちら、2モデルということで、ADDA の、スペックが変わっておりまして、 EIE プロが 24bit 96kg 対応、こちらの方の、EIE に関しましては 16bit の 48kHz までの対応という形になっています。